どうもお疲れ様でございます。今回はね、世界で最もアクセスされたウェブサイト2023ということでデータまとまりましたんで見ているんですけども、アクセスの高いサイトとはいえですね、全く見たことがないロゴもあるわけですよ。まあ、eBay はね、知ってますけど、つないだことないですね。BBC ニュースもつないだことないです。 Indeed.com も使ったことあるんですけども、今はもうちょっとね、転職サイトでしょ ?CNN も知ってますけど見たことなくって、CB っていうのはね、ゴルフのチャンネルですかね知らないですね。で、ピンタレスト。これも知ってますけど、あまり使ったことないかなと。緑のやつもよくわかりません。ペーパルはね、わかりま、あ、アリエクスプレスは通販使ったことありますよ。で、さらに、ズームですか。ズームも結構なヘビーユーザーです、私の方は。あー、ロブロックス知らないですね。 この青いやつもわかんないですね。えー、なんとかメール、アットメールも知らない。あ、ディスコード、これは結構有名ですよね。で、次は何が出てくるのかなと。?GitHub、知らないですね。Netflix は最近よく見ます。これ、黄色いやつもわかんないですね。で、アメリカのやっぱりこうサイトが圧倒的に多いなっていうところで、全然やられちゃってますよ。メイドインジャパンってのは見られないですね。後ろの方にちょろっとあるのかな。うん。あとこう、 知らないのが多いですよね。ものすごく使われてるのに、個人的に使ってないよみたいなのが。だからこういうこと考えても、まだね、インターネットのこういった主要サイトって言っても、まだまだ知られてないところばかりなのかなって感じます。ビングってのもほら、知ってるけど繋いだことないもんね。あ、ヤフーが出てきた。メイドインジャパンだったんだ。うん。Amazon はよく使いますね。これ知らない。ロシアうん。 フェザーチャンネルもアメリカですよね。お天気もやられちゃってる。で、ヤフーのアメリカ。これは圧倒的ですね。あーこれ知らないですね。XNNX? ファンドなんとかってのも知らない。ああ、TikTok ね。やっぱり有名なんだ。p ーン n ブ h u b ってのはこれポルノサイトですね。次は、XVIDIA も同じです。あやっぱりこれは人気が高いっていうか、TMO を知らないですよね。これなんでしょうか。うん、なんか、占い師が出てきたような。 ラビットドットコムも使ったことがないし、ああ、これはあれですね、インスタグラムですね。ウィキペディアは、まあ、お世話になってる方多いんじゃないかなと。ツイッター、ス社も、やっぱり強いですね。ああ、この辺で GAFA が出てきて、YouTube。はい。私、毎日です。Google も毎日です。ということで、こんな順番になりました。面白いサイトだったんで、URL つけておきます。